はい、ゆうたです。高校生です。おはようございます。奈良さん、普通に言うか今日は、はい、この3人何やってるか知ってる？それはもうプロ野球ニュースの、はい、そうです。それで女性、はい、分かる、はい、俺の相方、いつも一番右に、お前らから出てる右だけど、俺らから出てる右だけど、もう完全に間違えたと思うんだよ。いや、視聴者なんで一番右に。じゃあそれで、プロ野球ニュースの、あー、いいっすね。期待しそう。もう5年目、5年目ですね。そうなんです。5年間携わってきてどう印象プロ野球に。いや番組自体は最初に聞いてる。今後に響きますもんね。怖いもん見ましたよ。あ、衝撃でした。最初は親父衆、確かに何が衝撃だった。だってあの6画面全部の試合を一気に見るっていう。僕もあんま見てないじゃん。たまにクイズゲームしてる。タオさんとクイズゲームしてる。タオさんは魚屋だから。この前イカ切ってくれて、釣りが趣味でさ、はい、イカ持ってきてこうやって切るんだよとか言ってて、で皮どうやって剥がすんですかって裏行ってさ、剥がしに行った時にロサリオが満塁ホームランだった時に見てなかったのかね。何が衝撃だった。全部の試合をみんなで見て、全ての試合を絶対に放送させるっていうあのミッション。延長してても、11時半とかにまで試合が続いてても、はい、応援をしながら、はい、こっちでまた編集したりする。うわー、手際もいいし、やっぱりさすがのスタッフですからね。あの外から見てたでしょ、監督に、うん、外から見てる印象はどうだった。ベテランの解説員とか扱いづらいのかなって。そんなことないな。なんか5年間やってさ、大失敗ってある。いっぱいありますよ。いや、俺は、ガンちゃんがもう笑い出してさ、自分の解説の時に、はい、まあ、あの YouTube かなんかで、ガンちゃん笑いで出てくるんだよ、その動画が。もう笑って話せなくて、もうそれがおかしくてさ、話せない。みんな話せない。で、アナウンサーが怒るんだよ、途中で。いや、もう真面目にやってくださいって言いながら。で、やりながらもう自分も引っ込まれて、笑って、最後2人で謝ってるからさ。それが俺はやっぱり一番大事だよ。解説者で、なんかやりづらい。豊さんは、まあ豊さんは本当にもうパーフェクト。この状況でここに出演してさ、文句言うわけないから。でもそれはそもそも来ないから。そうですよ。確かにそうですね。な、僕来たくなかったですよ。みんなゲスト呼んでるから金かかってないから。今日はかかったぞ、役に立つ。僕はだからね、もちろん解説の人も大変だけど、スタッフはすごい大変。調べ物もさ、すごい。ゲームが終わってこのデータどうなってるんだってポンと投げると、長くて10分以内には出てくるな。あと空気いいっすよね、大事ですの。空気は誰が出演するかによってもまたちょっと。あ、そうなんですか。それ以上聞きたいっすよ。こいつが空気悪くするっていう。空気があるってことですね、その出演者の方、解説者に。もうね、これはね、こう野球を見ながらワイ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 言いながら見る回と、なんかしーんと水を打ったような感じの時あるよな。違うんですね、じゃあ。一応仕事だから緊張感あって当然だし、そういうことも大切なことだから。それがいいと悪いことじゃない。そういう空気もあるし、おとなしい空気もある。やっぱりさ、大ベテランの人ってさ、やっぱ一目置くじゃない。そしたら部活にさ、仕事中にさ、冗談とかっていうのもいいじゃない。周りを見ながら進めていくっていう。ゆとかさんは大先輩でも結構ヒントなんですよね、じゃあ。いや、ヒントでも限られてくるよ。だからあんまり言いたくないんだよ。結構言ってましたよね。何を言ってんだよ。その江本さんとか結構先輩で。違う、江本さんはすごくスパーンとくるから、ね、面白いっていう、面白いっていう。いや、あのぐらいスパーンと切れる人ってなかなかいないから。で面白いですよね、江本さん。面白い、本当にアルモンテ選手のデルモンテって言ったりとか。いや、またジュースか。おっ、ジュースまたジュースか。でもなんか、ただ掛け合いいいっすよね。ああ、豊さんが言いかけたこと言ってもちゃんとこう、うまく、バランスがいいですね。ゆとかさん絶対締めてくれます。ちゃんと締める。あ、なんかぼんやりぼんやり終わっちゃうときゆとかさん絶対締めてくださるので、締めるのがうまい。タオさんは魚を締めるのがうまい。だから締めて持ってくるから。締めたやつを持ってくる。なんでうまくまとめようとした。もう長すぎるから、ね、話が。締める練習大変なんだよ。普通ね、あのタイマー置いてんだもんな。そうですね。で10分で何になる。10分ぐらいで。そうそうそう。で時々あの編集でビビって音が。あれが一応タイムキーパーです。そうなんですね。盛り上がっちゃうんで。おい、締めていいか。まあプライベート。お前ら倒れてるんです。おい。なんで足締めてんすか。まあ
まあ、プロ野球ニュースを、ね、応援していただきたい、はい、応援してください、プロ野球ニュース見てください、頑張ります。